最高僕らと共に行こう光さすまで最高鼓動と共に行こう譲れない何かがあるなら空を目指し風に向かい雲を掴むよ最高僕らと共に行こうまだ見ぬものを知りたいなら広い大地空に向かい光掴むよ出発し日本国道最高地点さらにキャベツの産地として有名な嬬恋村を目指します。いやいやいや来たね。すごいですねここでしょ。なんかもう川から湯気出てますよ。うん、なんでですか、なんでですか。当然ここは草津ですからね。もしかしてこれも全部温泉なんですか。もうあの上の方で職人さんがドライアイスをわーっと炊いてですねそっちですか。なわけないです。あのここ西の河原公園って言ってですね、はい、まあ、いわゆる湯畑とかがもうすごく有名じゃないですか。でもここはね見とかないとダメなんです。もう超綺麗ですね。そうですね。でこの公園内で、まあ、自噴してる温泉、まあ、毎分1万5000リットルすごい。もうでパッと言ってこのどれぐらいやねんっていうのは。でもどれくらいですか。じゃあ分からへん。それ東京ドーム2個分とか3個分というのと一緒とにかくとんでもない量がドカーッと出てるのでね、うん、上の方から1万5000リットルかと思うじゃない、はい、下の方でも出てるしいろんなとこからボコ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 チブ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 出てこの滝になってる。この緑色になってるやつとかっていうのも全部これ温泉成分。温泉の成分で時間をかけてちょっとずつちょっとずつ色が変わってきてるんですね。そういうことなんです、そういうことなんですよ。もう幻想的ですよね。いいですね、幻想的。いやだって普通川から湯気が上がってるって見ないですよ。さあではここで、うん、なっちゃんの一人芝居を何ですか、やめてください。お送りしたいと思います。いやお送りしません。この岩場バリバリのところ後ろにはですねお地蔵さん、はい、お不動さんがいる中で、なっちゃんが一体どんな感じでこうそのメルヘンな感じを、いやいやいやファンタジーな感じをもうねあの視聴者の皆さんもそれを期待してる部分があると思います。いやもうそのためにちょっと用意衣装を用意してもらわないとそれですか。いやとりあえず、50歳オーバーだとこんな感じです。あじゃあ私が、いや、みんな追い込みましたね。よかったですね。さあ、何ですかね。さあディレクターが頭を抱えています。何やり始めたよこいつらって。いやなんかわかりました。わかりました。お風呂入りましょう。はい、いやいや、よくね、お風呂じゃないんですよ。ここね、入れるんですか？ここね、ベンチがあるでしょ。はい。ベンチのところにあまりにもお湯が出過ぎてるので、はい、お湯が溜まってるんですよ。ということで温泉いただいちゃいます。ねえ、いい感じ。いやめっちゃ気持ちいいですね。癒されます。ねえ、まああの皆さんにはちゃんと言っておきますけど、西の河原公園でベンチに座るときには。うかつに靴を履いたまま入ると濡れてしまう可能性があるので我々のようにちゃんと脱いどくのがいいですよ。そうですね、巻きせずしてこうなんですか、なっちゃんの入浴シーンが撮れたってこと。そうですね、入浴シーン撮れてます、はい、事務所 OK はまだ今回はここまでです。週刊バイク TV の実力では今まだここまでなんです。でも本当に川 の、 あの音聞きながらっていいですね。いいですね。よく温泉で川が目の前に流れてますってあるけど、実際お風呂に入ったら川見えなかったりするじゃないですか。あるね、あるあるじゃないですか。あるある。これはもう全然バッチリ、むしろ自分より高い位置に川があって、はい、いいですね。そうですね。なかなかないただね、あのその背音を聞きながら、はい、お風呂に入りたいと言ってここで無理やり脱いで入るのは厳禁ですからねよろしくお願いします、はい、パブリックそれでは出発です。いやどうでしたか草津。草津綺
綺麗でしたね。やっぱ湯畑も含め、あの公園も、なんだろう、幻想的でしたね。なんか煙が上がってるっていうのは余計に、あのなんかちょっと空想の世界にいるかのような、ちょっとなんかジブリの世界じゃないですけど、なんかそんな感じしました。なるほどね。そうですか。今回マストさんが乗るのはスーパースポーツの技術を詰め込んだスズキ GSX-S1000F。 エキサイティングな走りのために生まれた一台です。なっちゃんが乗るのはホンダ CB400 スーパーボルドール。高速巡航時の安定感、長距離走行時の快適性を徹底追求した一台です。いい感じになってきて、この左側のこれモクモクも、これ温泉ですか？はい、これあのサイの河原の上の方じゃないですか？あー、なるほど。はい、すごいな。いやいやいや、かっこいいね。うん。国道292号線を北上し、国道最高地点を目指します。ここで一旦止まるようですが、あれれ、どうしたんでしょうか。あ、この先 4.3km 通行止め。あ、通行止めです。夜間通行止めの時間に引っかかってるよ。ああ、もう早いんでしたっけ。翌朝8時まで通行止めやから、あと10分ぐらい待てば。本当ですか。じゃあ、待ちます。待っちゃおうか。はい、8時になり通行ができるようになりました。標高2172メートルの国道最高地点まではおよそ1時間。冬の間は閉鎖されているのでご注意くださいね。やっぱアクションカム最高っすね。ソニーのカメラはですね、はい、いろんな業界、このテレビ業界だったり何だったり、いろんなところ使ってますから。これはもう昔からですよ。なので、はい、そういった意味では信頼性が高いですからね。仲間チュースリング行くときとかね、あったらいいですよね。あ、そうですよ。はい、まあね、あの例えばこれなっちゃん、俺がこうカメラで追うっていう状況がありますけれど、これなんかでもね、やっぱライディングフォームのチェックとかこう頑張っていきますからね。あー、いいですね。お勉強会、はい、景色とともにね、気軽に持っていけるからバッグの中にも入ります。そう、邪魔にならないし。そうなのよ、これね、一家に1台と言わず2台3台、あー、でもそんなこと言って話してる間にですね、はい、紅葉が進んできましたよ。そうで、あ、このほら左とか、お、真っ赤に実の誰で、ね、七卵、七卵だ。七卵って言った。七卵、七卵、七かまど、あとは七かまどだ。そうですね、もううちのチビと同じ間違い方しますからね。七かまど、いいですね。メロディーだけ覚えてね。いいですね。まあ、生卵を言ってちょっと可愛いなと思ってんのもいいですけどね。いや、でも何ですか、植物もやっぱりどん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 こうカラマツになりーの、クマザサになりーの、はい、白樺もありーの、どん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 こう植物が変わってきますね。変わっていきますね。はい、いや、上の方まで、あっちにはロープウェイまであるんですね。ありますね。森林限界って、もうこっからは、はい、もう森がありませんよ。あー、そうですよね。私もなんかだんだん、はい、あの木が低くなって、はいはい、枯れてるっていうか、そうですね、葉っぱがないなって思ってました。そしてですね、ちょっとこう、なんか水滴がポチポチしてるんですけど、これ雲です。はい、あー、本当ですか。雲。まあ、ガスもあるけど、あのそう、ガスの匂いが温泉の匂い、あ、すごい匂いが、うん、卵食べたくなる匂い。標高が増すに従ってだんだん霧が濃くなってきました。あ、すごいですね。これ、まあ、でもまだ結構先まで見えてますね、道は。お、あのね、
遠く離れた隣の山とかは見えないですけど。何ですか、隣っていうか右側のこのリフト見えないでしょ。見えないです。見えないでしょ、はい、これ真上にリフトあるんですよこれ。あ、本当ですか、はい、本当だ、なんかロープが見えない。あ、でしょ、本来であればですね、これ左の上の方がずっと白根山、白根山これ登っていく感じのルートなんですけど、はい、白根山は、噴火警戒が出まして、はい、噴火警戒が出まして、あの1キロ、はい、半径1キロ以内は立ち入り禁止になってるんで。あ、そうなんですね。でそっちの方に向かう今のがリフト、ロープウェイなんですよ、はいはい、ほらもう見えない。私たちはそれを横切ってって感じなんですね。そうですね、まあ、まだその真横にまでは行ってないですけど、うんうん、滝の麓のところからずん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 本当に登っていくやつがあるんですよ。いやほら、ですね、真っ白ですか、ここから真っ白の設計だ、あの眺望があるはずなんですよね。いやなんか景色じゃないです。何言ってんの、あのね、景色とかじゃないもん、ね、ホワイトアウトっていう言葉があるんですよ、うん、あの吹雪の中でね、はい、完全にホワイトアウトな感じになってきてます。どうですかなっちゃん、この景色。いやだからもう景色は見えないです。いやいやいや、このいわゆるほらなっちゃんの好きな幻想的な風景、うん、なんか、はい、結構よく怖い話とかで、あの同じ道をぐるぐるずっとしちゃうみたいなのあるじゃないですか。ありますあります。だからそんな感じが起こりそう。だって 右側見て、だってずっとこれ先見ちゃうんだけど全く見えへんやろ。全然何にもですよ。だよね、はい、ゴリ夢中というような言葉がありますが、まさしく今の段階でこの何でしょう、カメラの前にもこう霧が落ちてくるんじゃないかというぐらいの勢いですが、そうです。なんかやっぱりここまで霧回るとさすがにちょっと寒く感じますね、肌寒く。まあ言ってしまうとこう雨の中走ると変わらないですからね。まあそうですね、はい、いや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 、すごい景色ですね。本当ですね。霧が濃くなり気温も下がってきたので、ここでカッパを着ることに。体が冷えてからでは遅いですからね。この先どうでしょうか。いや本当に見えないですね。本当に見えないんですよ。今の私と真人さんの距離より、うん、これの倍もし離れたら、はい、もう結構霞んじゃってて。ちなみに行ってみましょう。どうですか、これぐらいで。でも霞んでます、はい、霞んでます。だいぶ見えないでしょ。はい、うん、なんかそのまま本当にもうあとほんの少しで離れたら真人さん見えなくなっちゃいそうで。なくなっちゃうよねって感じですね、はい、でもそれぐらいの感じのこのミルクの中ってことはそれだけ水があるんですよこの周り。なので路面も当然ウェットですし、はい、なんだろう、濡れもする、はい、なのでカッパは早めに着といた方がいいです。180度ターンです。でこうやって道が見えないときはリアブレーキを上手に使って曲がれるように日頃から練習しておくと楽ですよね。はい、よかったですね、練習いっといて。そうですね。さて、もうだってこう他の車と全然合わないです。合わないです、みんな。まあ、まず来ようとも思わないんですかね、ここまで、まあ、ガスってますからねって下で言われてるやろうからね。ほらもうさらに濃くなった。ほらうわ、あー来た、これはこれはやばい。はい、今週は白い世界をお送りしています。そうなんです。あのなんかもう吊り橋の上を、はい、なんか走ってるかのような、はい、そして、この峠の横風、はい、尾根道なので横風が出てきました。中央分水嶺、はい、ここから、水が太平洋の方と、はい、日本海の方とに分かれて、流れるとこです。まあ、どうしましょうかね。風はきつくなってきましたし、はい、皆さん見ていただけますでしょうか。おーおーおー
いや、おお、雲が流れてるのが見える風がすごすぎて次回しましょう。はい、これで、ディレクターからですね、引き返しましょうの、言葉が、やっと返ってきました。いや残念でした。晴れていればこんなに気持ちのいい場所なんですが。さらに国道最高地点からの眺めはこちら。またリベンジしましょうね。頼る一言です、どうぞ。いや本当、とにかく無事に山を降りましょう。そうですね、皆さんもですね、引き返す勇気、それを持つのもありです。進むも勇気、引き返すも勇気、でもどっちにしても選ぶのはあなたです。安全を最優先に行動してください。よろしく。俺たちは帰るよ。霧の中を無事降りて、続いて2人が来たのは群馬県嬬恋村。ここはキャベツの産地としても有名な場所で、農道を走る道はライダーにも人気の場所なんです。関東圏だと、はい、たくさん入ってきてますよ、嬬恋のキャベツ。だってなんか家で担々麺とか、まあ、ラーメンとか作る時も、ええ、キャベツなんかパーッと適当に切って、はい、レンチンしてとりあえずドサッと盛るとかやると、うんうん、それだけでもなんか美味しくなる。なるほどね。いやでもありますよね。で春秋のキャベツとかっていうのはまたね、ちょっと、はい、夏場とか冬場のキャベツとかちょっと違ったりとかしますからね。あ、それあんま食べ比べたことないですか？あんまり。いやいやないかも。結構ね、やっぱりね、違います？時期ありますよ、そういった意味でね、産地のキャベツ、はい、産地の朝どれ、トレトレ、そしてキャベツを、いいね、交えて食べてみてもいいじゃないかな。はい、嬬恋の街中に入ってこようとしてるんですけど、はい、どこ行ったらいいかわからないので、うん、ちょっと私も詳しくないからわかんないですね。嬬恋の観光協会さんに行って教えてもらおう、はい、そんなことまで教えてくれるんですか？いや、普通の人でもですね、はい、街ごとに観光課であったり観光協会であったり結構するので、そこにダイレクトに聞いてみるのはありですよ。わ、そんな裏技知りませんでした。いやいや、もう聞いたら教えてくれますから。じゃあなんか例えば、まあご飯以外にも、うん、なんかこういう観光名所じゃとかそういうのも教えてくれたりしたりするんですか？しますします。しますよ。いいですね。うん、くねくねした道はどこにありますかとか。あー、うん、こんなことまで。いや聞けますよ。いいですね。行きましょうよ。行きましょう。はい、行きましょう。嬬恋村観光案内所、あ、ここです。本当だ。はい、右に入ります、はい。来ました、嬬恋村。あ、聞きましょう、はい、美味しいご飯屋さん。そうですね、ここで入れそうな感じですけど、こっち側ですか？あ、こっちですか、はい、こっちか、はい。こんにちは。こんにちは。あ、ここかな。あ、すいません。なんかこの近くであるおすすめっていうか、なんかご飯屋さんありますか？お食事ですか？はい、近くがいいんですけど。右手がこちら浅間食堂さん、はい、そして左手セブンイレブンの向こうにあるのが天狗食堂さん。こちらも定食屋さんでおすすめですかね。何系とかあるんですか？丼だったり定食だったり、うん、まあ、こちらがお食事のマップになっておりまして、はいはい、一応浅間食堂さんがこちらですね、うん、定食がリーズナブル、うん、で天狗食堂さんが手打ちのおうどんも、ああ、おすすめですね。でもたくさんあるんですね、はい、お店ね。そうですね、こちら国道沿いには、うん、すごいです、観光協会ね、こちら来ますとですね、うん、こういうお食事マップもご用意いただいているということ
じゃあ私うどん好きなんですけど、はい、いいですか。いいですよ。本当ですか。じゃあ、天狗食堂さん。はい、あの私たちあのバイクで今2人で来たんですけど、はい、バイク駐車場に置いといても大丈夫ですか。こちら大丈夫です。はい、はい、あ、どうですか。これ一般の方もみんな。そうですね、はい、そういうことでございます。優しいね。優しい旅人に優しい、はい、こちらでございます。はい、皆さん行ってみましょう。行ってきます。さあ、ということで行こう行こう行こう。天狗天狗、ありがとうございました。ありがとうございました。あっち、あ、さあ天狗長物。あれ、野菜の直売所もありつつ、来ました。あのですね決めてきたんですけど、あのさっきの先週の道みたいに、あれ時間ですかね。時間かな、はい、ということなので、この隣の、浅間食堂にさんの方に行こうかと思ってます、はい、でよく見ますとですね、このマップにも書いてありますけど不定って書いてあります、ね突然休むよということです、はい、そうですね。事前に確認をしようと思ってもできませんからね、うん、なので、急遽変更、はい、浅間食堂へ行きます。やったやった完璧完璧やった完璧のれんが出ております。浅間食堂さんね、はい、はい、でもね取材許可取ってないんですよ。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。すいません。ということでございまして、テレビはダメです。食事は OK だと思います、はい、食事をもう一度お願いしに行ってきます、はいはい、食事を。すいません。6人大丈夫ですか。ご飯だけ。いや、いろんなことがあるもんですね。この辺が週刊バイク TV のドキュメントバラエティのバラエティなところです。はい、食事なら OK という、はい、ということで撮影はここまで。またね、バイバイ。今回はここまで。いやー、旅って面白いですね。次回は軽井沢を目指しますよ。お楽しみに。